転生したら剣でした。一話なかなか良かった。面倒たすみ岸井一郎で例のロボットを思い出したのと、喋る武器でレイジングハートを思い出した。冒頭はテンスラやクモデスが何かと同じような展開でひたすら強くなるタイムだったけど、最後は良い感じにロリに拾ってもらって良い感じに解放されてたってお話です。まあ本当1話では判断できかねますが、チート系で無双系のお話っぽいのでストレスフリーで楽しめそうですね。とりあえず余裕で視聴継続できるレベルのアニメなので、ナロー系好きな人は見ましょう。以上、転生したら剣でしたのお話でした。